ジェリーフィッシュレイクはパラオ共和国のマカラカル島に存在する塩湖。マカラカル島はコロール島とペリリュー島の間に位置し200から300の無人島からなるロックアイランドを構成する島の一つである。ロックアイランドには約70の塩湖があるがジェリーフィッシュレイクはその中で最も有名な観光地の一つで数百万匹ものクラゲが湖を周期的に回遊することで知られている。 ジェリーフィッシュレークは中心夜の石灰岩によって作られた亀裂及びトンネルを通じて外目と連絡している。しかし生物の往来を妨げるには十分なほど隔絶されており生物の種た要請は隣接するラグーンよりもはるかに少ない。生息するクラゲの一種とその他の生物群は付近のラグーンに生息する近縁種とはかなり異なっている。 ジェリーフィッシュレークの層構造を表したズジェリーフィッシュレークは上下二つの層からなり、溶存酸素が比較的豊富な上層と低酸素状態の下層で構成される。酸素濃度は表層の午後5時から徐々に低下し、水深15メートル付近でゼロとなる。この構成は年間を通じて永続的なもので、季節的な核反や変動は見られない。部分循環庫の多くは、 淡水湖でジェリーフィッシュレークのような塩湖の例は世界に約200箇所が知られているに過ぎない。総構造が季節変動しない塩水湖も少ないがマカラカル島や他の近隣の島々には11箇所の同様の例がある。総構造が生じるのは垂直方向の混合を妨げる3つの要因が関わっている。すなわち周囲の岩壁と樹林が風を遮るため、 波が生じないこと、湖への水の供給源がすべて表層近くにあること、熱帯気候で気温の季節変動が少なく対流が生じにくいことが要因と考えられている。酸素を含む上層は表層から水深15メートルの範囲である。酸素を必要とするすべての生物はこの層で暮らしており、クラゲと数種の魚類、貝足類が含まれる。この層はやや濁っており、 透明度はおよそ5メートル程度である。水深3メートルまでは、降雨によって塩分濃度が低くなっている。ジェリーフィッシュレークは、表層近くにある3本のトンネルによって、周囲の海と繋がっている。湖の水は、潮積によってこのトンネルから出入りし、湖の潮位は近接するラグーンの約1、3に抑えられている。潮位のピークは、ラグーンと比べ、 1> 約1時間40分遅れる。生物学者、ウィリアム・ハムナーは、一度の調積によって、湖の水のおよそ2.5%が入れ替わると計算した。流入は、表層近くで起きるため、仮想の無酸素層はほとんど調積の影響を受けないと見られている。無酸素層は、水深15メートルから固定まで達し、この領域の酸素濃度はゼロである。一方で、 硫化水素の濃度が深度に従って0から 80mg リッターにまで上昇する。髪型の 3m にはバクテリアが濃密に生息する層があり、抗食細菌の一種を多量に含んでいる。この細菌層でほぼ全ての太陽光が吸収されるため、これより下の領域は澄んでいるが非常に暗い。ハムナーはこの層の透明度を 30m と見積もっている。 無酸素層には高濃度のアンボニアとリン酸症が含まれ、これらは上層にはほとんど存在しない。無酸素層は湖で遊泳する人間にとって危険な領域で皮膚を痛める恐れがある。安全性確保のため、ジェリーフィッシュレークではスクーバダイビングは禁止されており、ダイバーが到達できる振動を制限している。ジェリーフィッシュレークは約1万2二千年前に形成された。これは、 湖の水深と堆積物の厚み及び最後の表記以降の海面上昇から見積もられた数値である。上昇した海面は1万2000年前にジェリーフィッシュレークを海水で満たす高さに達したと見られている。ゴールデンジェリーフィッシュとタコクラゲの比較。ジェリーフィッシュレークに生息する前者は半門と体色をかき、触手は短いハチムシ虫砂に属する2種類のクラゲ。 水クラゲ族のムーンジェリーフィッシュとタコクラゲ族のゴールデンジェリーフィッシュがジェリーフィッシュレークに生息している。ゴールデンジェリーフィッシュは付近のラグーンに分布しているタコクラゲに近縁である。彼らはプランクトンを捕食するとともに栄養の一部を体内に住まわせた共生性の藻類から得るという共通点がある。しかしゴールデンジェリーフィッシュは形態学的、生理学的、行動学的に タコクラゲとは異なっている。前者は、形態学的に、反紋及び口腕の先端部に見られる突起をほぼ、完全に欠くことで容易に鑑別される。海洋生物学者であるマイケル・ドーソンは、ジェリーフィッシュレイクに生息する、ゴールデンジェリーフィッシュは、近隣のラグーンに生息するタコクラゲの亜種であると、提唱した。CF が示すように種の同定は、不明確である。これは、 ラグーン周辺に住むタコクラゲがタコクラゲという主群を構成するいくつかの隠蔽種の一つに過ぎない可能性があるためで将来的にはこの領域のクラゲは別種と認められることになるかもしれない。彼はさらにパラオにある他の4つの塩湖に生息するクラゲも亜種として扱うべきであると提唱している。ムーンジェリーフィッシュはハムナーによって水クラゲと同定された。 1981年のこの報告以降、水クラゲ属に属する世界中のクラゲを用いた遺伝子学的検討が実施された。その結果、従来知られている水クラゲ属の3種に加え、少なくとも6種が隠蔽種として含まれていることが示唆された。これらの隠蔽種のうち3種はパラオに存在しており、ジェリーフィッシュレークを含む4つの塩湖で一般的な種類も含まれていた。 したがって、ジェリーフィッシュレークに生息するムーンジェリーフィッシュは、ミズクラゲ属の一種と呼称するのが最も正確である。パラオにおけるムーンジェリーフィッシュ主群は、それぞれよく似ているにもかかわらず、分子生物学的研究の成果によれば、彼らは、数百万年にわたって、互いに交配することがなかったことを示している。午前中、湖の東端に集まった、 ゴールデンジェリーフィッシュジェリーフィッシュレークのゴールデンジェリーフィッシュは独特の回遊行動をとることが知られており、その回遊パターンは以下の通りである。ゴールデンジェリーフィッシュは表層では半時計回りに回転しながら遊泳しており、強制層類に均等に太陽光を当てていると見られる。ジェリーフィッシュレークにおけるゴールデンジェリーフィッシュの回遊パターンはパラオの他の塩湖や入り江で見られる。 タコクラゲ族のそれと類似し、すべて午前に西側から東側への移動を行う。しかし、他地域での回遊パターンは、ジェリーフィッシュレークほど詳細には調べられておらず、東側から西側への移動は、マカラカル島のクリアーレークを除き午後遅くに始まる。ハムナーとドーソンはこの違いについて、ジェリーフィッシュレークとクリアーレークの東側に分布する。 クラゲを捕食するイソギンチャクの一種が海遊パターンの進化を促進したとみている。クラゲは夜明けとともに本能的に暗礁を避けて東側に移動し、午後には西側に移動することによってイソギンチャクを避けている。ムーンジェリーフィッシュには周期的な水平方向の海遊行動は見られない。夜間にはおそらく餌を求めて表層に浮上する。彼らの重要な栄養源である。 海野種類も夜間に表層に上がってくるためと見られている。1998年の初週以降、ジェリーフィッシュレークにおいてゴールデンジェリーフィッシュの急減が認められた。その年の12月にはクラゲの生態の個体数はゼロにまで減った。広範な調査に基づき、ドーソンらは海水温が上昇するエルニーニョ現象によってクラゲとポリップに住む強生層類が死滅したことが原因と、 突き止めた。2000年1月には、ゴールデンジェリーフィッシュの生態が、1999年4月以降、初めて観察されるようになった。その後、急減する前のレベルにまで回復している。同村らはパラオに3箇所ある他の塩湖でも、ゴールデンジェリーフィッシュの調査を行った。そのうち2箇所で、同様に生態の減少が見つかった。一方、 コロール島のビッグジェリーフィッシュレークでは影響は認められなかった。この理由は不明だが、ビッグジェリーフィッシュレークでは、水温上昇が低く抑えられたこと、生息するゴールデンジェリーフィッシュの高温への耐性が高かった可能性が示唆されている。1998年の例では、クリアーレイクでは完全な生態の消失には至らなかったが、常にそうだったわけではない。 条件が悪い時には、クリアーレークでもクラゲの消失が発生する。条件が再び良くなれば、停止していたポリプの分裂が起こり、クラゲの個体数も回復する。ジェリーフィッシュレークにおけるクラゲの減少は1987年にも発生しており、これはスクーバダイビングによる走行像の拡乱が原因と考えられていた。しかし、海水温が異常に上昇していた時期であったことを、 考えれば、この現象も1998年と同じ原因であったと推定される。ムーンジェリーフィッシュも1998年にダメージを受けたと見られるが、数の上では現象は認められなかった。ジェリーフィッシュレークでのスノーケリングパラオへの旅行者に、とってジェリーフィッシュレークにおけるスノーケリングはよく知られたアクティビティである。コロール島の観光業者が湖へのツアーを組んでいる。 マカラカル島はコロール島から船で約45分の距離にある。浜辺から短い小道を歩けば湖に到達できる。観光のためにジェリーフィッシュレークを訪れるには許可証が必要となる。ロックアイランド、ジェリーフィッシュレークのパスは100ドルで販売され、10日間有効である。ジェリーフィッシュレークにおいて旅行者によるスクーバダイビングは許可されていない。 タンクからの気泡がクラゲを傷つける恐れがあることと、水深15メートル以上の無酸素層には、硫化水素が含まれており危険であることが、その理由である。ジェリーフィッシュレークは2020年現在、観光客が訪れることのできるパラオで、唯一の縁庫となっている。ジェリーフィッシュレークに住む2種類のクラゲはいずれも、四方を持っているが、人を傷つけるほど強い毒はない。ただし口の周りなど、 皮膚の敏感な部分については、口腕との接触に注意すべき旨が報告されている。旅行業者は、アレルギー体質の人に対し、適切な防護衣を着た上で湖に入ることを推奨している。パラオには、イリエワニが分布するが、近年の死亡事故は一例にとどまり、ダイバーにとって、特別な脅威とはみなされていない。無酸素層における、硫化水素は、皮膚からも吸収されるため、 スクーバダイバーにとって大変危険である。1977年には安全な濃度として最大午後10時が設定された。固定での濃度はこの8倍を超えるが浅くなるにつれて低下し、水深15メートルの化学薬草付近ではゼロになる。無酸素層に達しないようにさえすれば、スノーケリングにとって危険な要素ではない。ありがとうございます。